はい、コランです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。さあ皆さん、いよいよですね、ホロライブとのコラボイベントもラストということで、さあ次のイベントね、告知予告ありましたけども、今日はですね、次のイベントのね、詳細についてちょっとね、いろいろ話していきたいなと思います。内容についてはリーク情報を元にしたコナンの予想になります。予想なので外れたらごめんなさい。皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。まずはですね、次のイベントなんですけども、前回の動画でも話しましたが、学園ものです。妖魔アイドル学園、超妖魔アイドル学園、極妖魔アイドル学園、そして裏妖魔アイドル学園、特別授業1限目、特別授業2限目ということで、もしかしたらですね、追加マップスタイルの可能性がワンチャンあります。最近多いよね。ということで、アイドル学園なんですけども、これにはですね、元ネタがあります。そうなんです、日野社長はですね、パクリというといけませんね、パロディというかね、オマージュ、そういうの大好きなんです。もともと妖怪ウォッチシリーズがですね、パロディの塊みたいなね、そこが面白いんですけども、今回の元ネタはですね、いろいろあります。アイドルの学園ものってね、いろいろあるわけなんですけども、マジスカ学園ありましたよね。あの AKB 主演がですね、前田敦子をはじめとする AKB48 のメンバー、さらに姉妹グループの SKE48 や SDN48 のメンバーも多く出演する、多人数のドラマということで、今見てもですね、なかなか面白い。 Amazon プライムでね、見れるわけなんですけども、マジスカ学園ね、出演メンバーの多くにとって本作品がドラマ初出演となったため、開始時にはピンポーンという効果音とともに、このドラマは学芸会の延長であり、登場人物の一部にお見苦しい演技がございますが、温かく見守ってご覧いただければ幸いです、といった断り文があります。そうなんです、そこが面白いんだけどね、何なんだろう、この なんとも言えません。でもね、こんなのはいいんですよ。アイドル好きからしたらね、その大根役者であろうがね、いいんです。そして学園アイドルマスター、こっちもちょっと意識してるんじゃないかなと思います。アイドルマスターシリーズのね、6ブランド目ということで、プレイヤーはこの学園ものね、プロデューサーとなって入学して活動する。学園生活においてレッスンや授業を通してアイドル候補生の能力を成長していって、育成してですね、ライブを行っていくっていう、バンダイナムコのですね、アイドルマスターシリーズの学園ものなんですけども、このあたりもね、ちょっと意識してやってるんじゃないかなと思います。ちょっと考えすぎかな。そしてガールガシャ、これ来るんじゃないかとね、僕は予想しています。ガールガシャなんですけども、2024年の6月にもありました。女の子妖怪が大集合、ガールガシャ登場ということで、ガチャスタンプ付きですよ。妖怪ウォッチエルダジンありましたよね、プリチーとポカポカのステータスアップ。なのでこっちのガチャ回すのもありかなと思います。だからウォッチ目当てで回すのもありだし、このラインナップね、シュカフェス、真夏の覚醒、夏目、花盛り、福利優、そしてジャエン、その他そうそうたる女の子妖怪の強キャラが入ってます。確かにね、一体一体の確率は激渋なんですけども、トータルとして見るとね、かなりこの出現率ね、美味しいんで、これ持っていないキャラが多い人は回すのもありかなと思います。シュカフェスね、ランク UZ、 必殺技は全消し、フィーバー中はその効果アップ、スキルはフィーバーになった時に自分の技ゲージが溜まる、追加スキルは自身の妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすい。最近はですね、この追加スキルね、ポイント交換にあるんで、それも加味して回してもいいかなと思います。そして真夏の覚醒、夏目、これ欲しいよね、ちょっとセクシー。今年はですね、サマーニャンボがなかっただけに水着キャラ来るんじゃないの。必
必殺技は全消し単体攻撃。スキルはデカプニを消すとそのデカプニが降ってくる。追加スキルは復活です。ワンチャンあります。そして花盛り福利優、これむちゃむちゃおすすめです。セクシー系だしね、福利優ちゃん。必殺技は2種類の妖怪プニを消して全体攻撃、自身が振る。スキルは自身の妖怪プニがデカプニで振ってくる。追加スキルは復活です。そしてブライダルジャエン、こちらもジャエンのちょっとセクシー系、最近ねこのセクシー系が多いんでね。必殺技は全消し単体攻撃、フィーバー中はその効果アップ。スキルはフィーバーになった時に自分の技ゲージが溜まる。そして追加スキルは女の子妖怪の HP と攻撃力アップ。そうなんです、もうこれからはね女の子妖怪の時代ですよ。来ますね。心奪うね、ランク UZ。 まあこれをガールというのかっていうのはちょっといろいろ賛否両論あるところですけど、まあそこはいいでしょう女の子ということにしてあげてください。おばさんではないと思う。おばさんか。必殺技はタップでデカプに周囲を消す。スキルは自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。そして追加スキルは自身の妖怪プニがつながりやすくなる。そしてトリプルゼータのね強キャラもいっぱい来るかなと思います。バニーとね。必殺技は全消し、フィーバー中はその効果アップ。スキルはフィーバーになった時に自分の技ゲージが溜まる。そして追加スキルは自身の妖怪プニをつなげるとフィーバーゲージが溜まりやすいと。でですね、今回ねガチャはねほんといろいろ悩むんですよ。というのもね、超ニャンボガシャも来るんじゃないのか、オールスターズ。多分ね来るかなと思います、オールスターズはですねサマーエルゼメキアトリプルゼータ僕持ってないんで欲しいんですよ。エルゼメキアの水着バージョン。必殺技は選ばれた妖怪プニを消して高確率で自身が振る。スキルは自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる。かなりのぶっ壊れと言っていいでしょう。ビーチサイド刹那、これもマジ欲しいよねこれもなんか水着バージョンがね結構あるよね。必殺技は全消し単体攻撃、デカプニの技ゲージ増加。そしてスキルはパズル開始時に整理されてプニが降ってくる。フィーバーゲージが溜まりやすいということで、このスキルも相当なぶっ壊れと言っていいでしょう。なのでニャンボ回すのもありと。まあただねニャンボは課金専用ガチャなんで、そのあたりがちょっと悩みどころではあります。そしてハッピーハロウィン踏み姫、そうなんです、もうすぐですねハロウィンということで来るんじゃないのかなと思ってます。必殺技は一瞬で大量の妖怪プニを消して単体攻撃。スキルは必殺技を使った後に技ゲージが少し残る。フィーバーになった時に自分の技ゲージが溜まると。これも欲しいよね、ふみちゃんのハロウィンコスプレで。まあ今回の新キャラなんですけども、まあ妖怪大辞典の追加は9体ということで、まあちょっとね注目キャラ確認していきましょうか。コマコマミですね、こちら超おすすめです。ランク UZ のプリチー族、必殺技はデカプニを4つ作り周囲を消して単体攻撃。スキル1はデカプニを消すとそのデカプニが降ってくる。スキル2はプリチーの種族効果アップです。なのでこれはちょっとね抑えておきたい。まあこれねちょっとねコマミアイドルマスターのねスピンアウト作品プチマスに出てくるこのコマミちょっと意識してんじゃないのっていうね気がします。ちょっと考えすぎかもしれません。まあでもいろいろ考えちゃうよね。サイコアゲハ、こちらも超おすすめ。今回の封印強敵、ランク UZ のポカポカ族。必殺技は全消し単体攻撃プラスフィーバー中はその効果アップ。スキル1は自身の技ゲージが溜まった状態でスタート。
スキル2はフィーバー中に自身がパワーアップということで、これもですね、雑誌コアクマアゲハこの後の若干意識してんじゃねえのか、ちょっとこのアゲハのこのケバい感じというかねイメージもちょっとなんかそんなイメージアゲハチックな気がする。これも考えすぎか。そして今回妖怪ガッツ F 来ますね。まあこれ前回コメント欄でね、この F はふみちゃんの F だとかね、まあいろいろ教えていただきました。ランク UZ のイサマ氏族、必殺技は全消し単体攻撃プラス HP 回復。スキル1は必殺技を使った後に妖怪プニがデカプニで降ってくる。自分のデカプニを消すと攻撃力が上がると。こちらもしかしたらこの、まあ、最近なんかさ、あの詩人逮捕系 YouTuber 全然話題になりませんけども、ガッツチャンネル、ガッツガッツそして仮面マネージャー、ランクトリプルゼータの武器民族、必殺技はデカプニを5つ作り、そのデカプニを消し単体攻撃。スキル1は自分のデカプニを消すと自分以外の妖怪の技ゲージが溜まるということで、まあ、今回のイベントストーリーのね、重要な役割を果たす妖魔学園アイドルのね、まあ、生徒を指導する職員という位置づけですけども、これあれだよね、フカキョンだよねこのルパンのあのドラマの時の仮面つけた深田恭子にむっちゃこのインスピレーションされてるというかね、フカキョンなんじゃないの。もしかしたらキャラクターボイスもフカキョンやってんじゃないの。これも考えすぎか。そして小坂昆なんですけども、トリプルゼータプリチー族、必殺技は全消し単体攻撃、全種類の妖怪プニを整理する。スキル1は自分の妖怪以外の自分以外の妖怪が必殺技を使うと自分の技ゲージが溜まる。スキル2は自身の妖怪プニをつなげると普段より大きくなる。これも欲しいよね。これもあれだよね、日向坂の小坂奈緒ちゃん意識してるよね考えすぎか。センターね、小坂さん欲しいよね。そしてムチャフルコ、トリプルゼータのプリチー族、必殺技は全消しプラスボーナス玉を作る。スキル1はデカプニを消すと自分の技ゲージが溜まる。スキル2は自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる。まあこれは普通に無茶ぶりっ子ということで、無茶ぶりっ子のアイドルバージョンちょっと欲しいかなと思います。さあ皆さんはですね、次のイベントガチャどれ回しますか。そしてまあ、どんなイベントになると思いますでしょうか。そのあたり皆さんの予想もですね、ぜひともコメント欄で教えてほしいなと思います。